かけて、まあ、それが前提というか、まあ、前提で、はい、そこにいろんな条件が重なってしまう、はい、そうなんですね。ということでこの記録的豪雨3つの原因まとめますと、台風、そして前線、さらに寒気の影響だったということなんです。それではこれからのお天気というのはどういうふうになるのか、もう心配はないのかどうかというところなんですが、そのあたりを解説していただきましょう、はい、こちら森さん的秋予報なんですが、まず